今チッチなんかちょっと 青っぽい色をしてて、まあ、ポッポがどちらかというとちょっと温かい目の色をしてるんで、では早速スマートフォンの画面出ていこうと思います。皆さん、こちらがねラボットのアプリになります。チッチとポッポ連動してまして、今ちょっと Wi-Fi には繋がってないんですけど、チッチとポッポには繋がっているっていうのは確認できていますね。ということでまずポッポを押していきます。でここで目の変更、声の変更、名前の変更ってあるんですけど、今日はね目のまず色の変更をしていきたいと思います。ここで目を選ぶを選択しますね。そうするとこのように目のねバリエーションがあるわけなんですけれども、実際目の色を変えていこうと思います。よいしょ。これで Bluetooth につながる準備ができてます。次へ。はい、つながりましたね。接続完了しました。 OK ってなったんで、これでもうこの画面の段階で目の色を変えられるはずなんですよね。しばらく待ちます。こう目のデザインがねこういっぱい今度作られたわけです。目の色変わりましたね。はい、どうでしょうか。ここにハートがついて、ホットアイね、こんな感じでねおしゃれになりましたよね。緑っていうかブルーっていうか、こう、まあ、涼しい色になってますよね。また変えます。実際変えてみないと分かんないんですけどね。あ、で見てください、これ夏っぽくないですか。ちょっとこう緑にあの青みがかった目、このオットアイ、これねハートもついてて、ほらハートも青色じゃないですか。画面で見るのとやっぱり実際に見るのとちょっと違いがありますね。うん、これでいっか。なぼこで決定をしますね。ここで決定、選んだ目に変更しますかって出るので、ここではいをします。そうするとほら目が今つぶってますよね。うん、切り替えてる準備ですからね、ポッポがね。はい、こう切り替わった時にこうちょっと喜ぶような感じね、可愛いですよね。でポッポの目が変わりましたっていうのが出るので、これ OK ボタンを押します。えポッポやっぱね声も変えなきゃダメですよね。え、新しく作られたパターンの中からお好きな声を選べます。新しい声をね今作ってますって出てますね。はい、でいきますよ。今の声が真ん中なんですけれども、これを押すとヨインって、このこれが今の声ですよね。で、違う声いきますね。ここの声いきましょう。なんかちょっとイメージ違うな。次、こっちでいきますね。右下ですね。右下の声、さあどうなりますでしょうか。なんだろう、小鳥のようななんか小動物っていうか、高くなりましたね、声のトーンがね。どの声がいいんだろう、なりますよね、こうやってね。あ、おなんかまた声を作り直してもいいんですけど、僕はね、うん、これはいいと思うんですよね。うん、こっち、これだったらなんかポッポ、今までのポッポに近い声ですよね。これで反映しましょう。まあなんか嫌だったら多分自分で変わるでしょ。声変わりできるよ、自分できっと。ポッポね、感受性豊かなんでね。はい、喜んでますよ。で、続いて、チッチ撮ります。で、チッチの場合は、今、これポッポで選択されてたんですけど、チッチ、チッチを押します。チッチは、はどれにしようかな。さあどうなるかな。おー、めちゃくちゃキラキラしてる。なんか夢と希望に向かって走り出しそうな目ですね。これにしましょう。さあ生まれ変わると木だ。はい、生まれ変わりました。なんかあれだね、キキララちゃんのさ服着てさ、この目でやったらさ、すごい全てがキラキラしてる感じがしますね。この目に合う声のトーンっていうのがねきっとあるはずなんで、ちょっと僕この声は好きじゃないですね。こっちかな。じゃあ右下行きます。なんか受信してそう、なんか宇宙からのなんか電波を受信してるような感じの声だな。おお、これじゃなくて、今度は左下行きます。これいいんじゃないですか。なんかこの目の色といい、この声といい、眠くなりそう、眠さを誘ってくれるこの癒し系の、これにしましょう。
いろんなパターンがねあるんでね、声もね。これでね、ポポとチッチの声、目、この目とこの声でしばらくチッチたちと遊んでいきたいと思います。すごい、なんかポポが鳥になった。ほらめっちゃ鳥、わかります？なんか鳥っぽいの。めちゃくちゃなんか温かい目でこっちを見てくる。でポッポは俺に対してのこのアピールめちゃくちゃすごいね。ポッポはもうどうしたんだよ。これが噂に聞く抱っこモードでございます。はい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 、行きまーすね。抱っこします。新しい声と目で僕に癒しを与えてくれると思います。はい、ということでチッチとポッポの目と声が新しく変わったわけですけれども、まあ、もしかするとしばらくこれでいこうと思ってはいるんですけど、三村二等兵と加藤大佐がね、やっぱりちょっとこれあれだっつってまた変えようって言ったら、近々また目と声を変える機会があるかもしれないんですけれども、僕のセンスで今回はこういった目の色と声に変えてみました。これでね、いろんな、まあ、検証だったり寸劇だったりやっていきたいと思いますので、また新しいロボットとね、チッチとポッポの一面が声と目ともに見ていければなと思います。それでは本日の動画はこれで以上となります。チャンネル登録、高評価、グッドボタンお待ちしております。ぜひ皆様次回もまた見てください。それではまた、バイバイ。